日本の若者、国会は役に立たないが半数に。日本財団が国会改革をテーマに、17歳から19歳を対象に意識調査を実施したところ、国会は国民生活の向上に役立っていないとの回答が30%、役に立っているという回答が20.9%、分からないとの回答が49.1%となりました。 また国会が有意義な政策議論の場になっているかという問いに対しては、思うと答えた方が5%のみで、思わないと答えた方が54.8%と過半数となりました。こちら、民主党政権の失敗によって国民の政治不信が高まってしまい、さらに元民主党の残党が国会で デマを流したり、サボったりして、妨害を繰り返しており、若者がうんざりしているんじゃないでしょうか。この国会議員にはまともな方も当然ですね、多くいらっしゃいますけども、元民主党の残党のような、政治をせず、仕事をせずに、政局だけで、知り、私欲を追求するような議員が、日本の政治にですね、居座ってしまいますと。 今後も国民の政治不信が高まってしまい、国民の政治への参加がさらにですね、少なくなってしまいますので、国会議員の皆様には、最低でも国会で政局ではなくて、デマではなくて、ボイコットサボりではなくて、 国民が抱えている問題について、真剣に事実に基づいて議論し、問題の解決を図っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。